一本打ちましたね。これここのとこ打ったんだけどね。ただ少ないんでね。獲得した利益とっても大したことないですけど、たくさん打ちたいんですけども。この週末からここから上昇すると限りなくて、さらにこうドーンと落ちて、これ以下落ちる可能性があるんですね。この場合ね、全体像を見るとそういう感じなんですよ。今15分で見てるのか。だから、打ちたいんだけど、相当こっちに流れちゃうことがあるので、それがなさそうな感じの時にはね、いいんだけど、難しいね。前回はここら辺から落っこって急上昇したからね。でここで休憩したけど倍上がっちゃったけど、こっちのほんと下がることあるね。それでやむを得ない。